いうところだと思うんですが、東電として今後コントロールしなきゃいけないものっていっぱいあるとは思うんですが、例えばその海側の溝を完全にブロックするでもいいですし、小野さん個人じゃなくて、まあ、東電としてコントロールできていないこと、これからちゃんと制御していかなきゃいけないものっていうのはどういうものがあるとお考えですか。ちょっと言葉遣いということで言うとよくわからないところはありますけれど、まあ何度も申し上げますが、今回そのコントロールという言葉、首相が使われた意図ということは先ほどご説明したとおりで、その意味において、弊社としては全く同じ認識を持っているということでありますから、そのことについては何ら相違がないというふうに、つまり、今日官邸のご説明もあったようですけれども、官邸側の認識と我々の認識に差はないというふうに我々は理解しております。で、発電所ということで申し上げれば、小さいこと大きいこと、さまざま改善していかなければいけないこと、当然ございますので、大きい小さいトラブル、これはもちろんありますから、そうしたことをしっかりと対処していくと、あるいは対応していく。で、その中にはもちろん